リアリズムのついてのね、リアリストの入門の CD なんですけど、はい、内容をもう一回簡単にご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい、リアリストって何ですか。リアリズムって何だという話をしてましてです、ね、はい、まあ、主に日本であまり紹介されない国際政治におけるリアリズムですね。だから、はい、この観点を入用するに日本に、はい、まあない、まあ、簡単に言うと、はい、日本にまだ輸入されてないっていうことですよね。輸入されてないというか、そうですね。そうそう、まあ、だから学者の人たちがやっぱりその一般的にしてないというか、うん、ちゃんと、リアリストってどういうものかとか、はい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 、ちゃんと定義して、やってってないと。あ、じゃあこうしましょうか、うん、日本の場合、うん、国際政治で強い人たちって、うん、地域研究か、うん、はい、歴史系外交史の研究なんですよ。あ、確かに確かに、うん、だから日本で結構国際政治で有名な人って、うん、どっかの国の歴史に強い人とか、うん、あ、なるほど、はい、確かに、ね、まあ、欧州 NATO の関係の歴史に強い人とか、歴史系の人は結構幅を利かせてる、うん、はいはい、もしくは、朝鮮半島だったり中国だったりで、うん、はいはい、そういう地域研究の方が非常に多いんですよ、はいはいはい、うん、ところが、うん、そのじゃあ国際政治ってどういうもんだっていう、うん、その、まあ、ちょっと抽象的に1個挙げて、はい、概念の話を、うん、理論の話ですね、どちらかというと、はい、そういうのが、うん、なんて言うんですかね、浮ついてると思われてるのかどうか知らないんですけど、はい、結構否定されるパターンが多いんですよ、はい、学会の中では、うん、はい、でそのいや実はまあ、欧米の方では意外とこの理論研究の方が、まあ、上だっていうなんか認識もあったりとかで、まあ、当然そうですね、全然違うわけですよ、はい、だからミヤシャイマンみたいなのが出てくると、うん、なんだこんな雑な歴史 の、 見方はみたいな感じに歴史研究の人はなっちゃう、うん、細かいからね、はいはい、要は階層が見てるところはより戦術的というか、はいはいはい、小さいんですよね、そうですね、はい、スパンがね、実はだから、はい、そうなんですよ。ただその国際政治における全般的なもの、はい、現象、これ国際政治ってなんだっていうところの考え方をやってる人はやっぱり少ないんで、はい、そういう人たちにすると例えばこういうふうに、うん、じゃあ国際政治全般はリアリズムの観点で見ましょうっていうところはなかったり、はいはい、じゃあどういうことかというとやっぱ平和ですよねとか、うん、外交ですよねっていう話が出てくると、うん、リアリズムじゃなくてリベラリズムの考え方が、うん、まあ、一応主流になっちゃうんですよ、はいはいはい、どうしても。ところが本番組はですね、はい、まあ、私がそういう、まあ、学問的バックグラウンドがあるからということではないのかもしれない、まあ、そうなんですけど、僕はそういう先生に習ってきたところもあるんですけど、はい、基本リアリズムの科学、はい、でこれは向こうでももちろん認められてるんですけど、はい、確かにあんたらの言ってることは正しいかもしれないけど、うん、希望はないよねってよく言われるんですよ。はいはいはい、希望がないよねって言われる、はい、だから人気はないんですよ、はい、僕もこのカナダの大学で一回会ったんですけど、これ何度も話したことあると思うんですけど、国際政治で基本的にその、まあ、パワーで見るやり方と、うん、まあ、そのマネーとかそういうところで見るリベラルなやり方とかっていう話があるじゃないですか、はい、やっぱりああいう入門コースカナダの学生の純粋な学生が来てきて、はい、最後に先生に、うん、先生国際政治に愛とか夢はないんですかっていう話を結構、はいはいはい、言う人があって、はいはい、まあ、それに近いのはどちらかというとリベラルなんでしょうね、うん、はいはいはい、どちらかというとリベラル的なところで、うん、ただ僕はそういうところ結構打破してきた、うん、人間の部分が、はい、まあ、でもこういう番組見てる方皆さんは多分なんとなくあると思うんですけど、まあ、そう国際政治のドロドロじゃないですか、はい、もう汚い人間がやってるわけですよ。そうセクハラやるようなおっさんがブリュッセルにいて、はい、自分のスタッフを犯しちゃったりとかやってるわけですよ。なんかすごく素晴らしい、そのなんか国連が素晴らしいとかってみんな言う人いるかもしれないですけど、はい、うん、やっぱりドロドロとした人間が権力欲にまみれて、はい、こちらのうまいことをやってできれば国内の政敵を追い落とすために外国使ってやろうとか、はい、もうさっきのモルジブの話なんかそうですけど、まあ そうですね、そういう状況がありますよねと。日本は結構純粋無垢だから、はい、そこに対してつけ込んで慰安婦とか飲まされて、うん、あいつらちょっと言ったら謝るし、うん、そう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 、どん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 、はい、あいつらバカだねと、うん、宮沢ってあいつ謝っちゃったよって日本に愛はないのか、あいつバカじゃねえよみたいなそんな感じでね、世界では思われてるのに、はいはい、日本ではその宮沢をいい政治家だったとかね、朝日新聞とか持ち上げてね、はい、でね、乗っちゃってるわけです。ここで勘違いしないでいただきたいのは、はい、僕はそのリアリズムの観点から見ますし、うん、はい、人間ってアホだなっていう感じを、うん、はい、思ってるんですけど、うん、僕は心の中これ、うん、論じてる僕はピュアな人間だと思ってますよ、うん、ここは勘違いしないでいただきたいんですよ。いやそれは置いてそこはちょっと勘違いして、はい、だから僕自身は、はい、多分すごく、はい、ピュアなリベラルな人間、愛にあふれた人間だと自負しております自負しておりますけど、奥山リベラル説出た、やっぱり奥山リベラル説、僕は愛にあふれた人間なんですけど、はいはい、
やっぱ国際政治って違うじゃないですか、はい、客観的に見るとね、はいはい、主観的に見ると僕は多分、うん、あの愛にあふれた世界になるのかもしれないですけど、やっぱ客観的に見るとどうもね、見れば見るほど汚れてるんですよ国際政治。できるだけ客観視したらリアリストになるしかないという、まあ、そういうことです、そういうことです、そういうことですね、でやっぱりその戦略とか考える上ではやっぱりその、基本リアリズムに軸足を置いて考えましょう、はい、じゃあそのリアリズムを論じてきた人たちは誰なんですかということで、まあ、その8人の有名な方々、はいはい、これはあの、まあ、いろいろ賛否両論あると思うんですけど、はい、僕は一応この8人は相当スタンダードで、あのどこの国に行ってもこの8人が国際的に認めあのリアリストですよねっていうのを認められてますよねという人を一応8人ピックアップして、はい、まあ、その方のことについて彼らが言ってたこととか、はい、彼らの理論、まあ、思想的な背景みたいなものをこう逐一こう話して、だからまあアメリカの大学に行って政治学とか専攻しても、はい、この CD にとか、まあ、僕我々が出してる CD に関しては、はい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 、あのそうそう否定されませんよ、ね、もともと議論のネタには全然なりますよと、はい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 、あの国際的な学者の見解とかをちゃんと踏まえてやってますんで、全然普通なんですけど、あの、はい、まあ、そのカナダの大学 の, その国際政治の先生も言ってますけど、はい、でも人気はないんだよと、はい、人気はない、あミアシャイマーも自分で言ってました、はい、僕あの数年前3年ぐらい4年前ですかね、はい、ミアシャイマーの年末に来た時に、はい、どうですかリアリズム、あのあなたはセオリストとして理論家として有名ですけど、はい、どうなんですかって、いや俺のところにはそのリアリズム好きなやつが来るけど、うん、基本リアリズムって人気ねえよって、はい、やっぱ言いますよ、だってそれ、そうですね、愛がないですからね、はい、愛がないというか、はい、まあ、人気ないんだけど俺正しいと、まあ、正しいしこれが国際政治の実像だから俺はあえて言うけどねっていう、はい、かつての世界のいろんな国が栄えてね、はい、滅んでいったけれども、はい、リアリズムがなくて滅んだ国はいっぱいあるわけですから、はい、まあ、そうですね、そういうところをちょっと、そうですね、だからその、はい、やっぱその根本はあの、まあ、この CD で、まあ、強調してるのはやっぱりその人間性、うん、ヒューマンネイチャーというか、はい、ところであったりとか、うん、国際政治ってやっぱり、まあ、アナーキーだよねとか、うん、パワー重要だよね、まあ、そういう話をいろいろしてきますので、はいはい、非常に勉強になると思いますよ、そうですね、はい、まあ、予備校行ってね、はい、これから春季講習に行ったりとかすると、はい、すぐに1週間でね、はい、5万円ぐらい飛びますんでね、そんなにするんですか、そうです、あ一科目一コマ、僕日本で受験したことないと思うんですけど、あの、はい、2万5千円で一コマで二コマ、午前中で二コマ取ったら5万円ですよ、それ、はい、うわ、そんなもんですよ、予備校行ったりとかして、はい、はい、まあ、そういうふうに大変ですよ、ね、こう凝縮した授業っていうのはね、こういう形で、なるほどね、やってますね、ぜひ、はい、価格に若干愛があると今なら安いです、そこですか、はい、そこですか、価格には今愛があります、はいはい、日本には愛はない、内容は愛はないですけども、価格内容に愛はないですね、ない、愛はない、愛はないかもしれない、愛があるうちに買ってください、愛があるうちに、はい、値上がりします、愛があるうちにということで、はいはい、この番組はなんとなく国際情勢が分かるようにできていますけれども、はい、ガチで国際情勢が分かるようになりたいと、はい、勉強したいんだと思うと、はい、という人は対談講義 CD みたいな感じですね、はい、リアリストで、これあの2月19日以降の発送になりますけど、今割引期間中ですので、ぜひ、そうですね、はい、はい、お願いいたします、はい、それから、はい、どこから始めていいか分かんないっていう人は戦略の階層 2.0 というところでお願いいたします、ぜひぜひ、はいはい、戦略の階層がね、いろいろ解説してますんで、はい、ぜひそこを勉強してですね、そしてこの続きとしてですね、はい、戦略部門に特化した話ですね、はい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 、そちらの方がそうです、ね、次の CD になってます、それからさらに本格化に行きたい人はクラウゼヴィッツ、はい、クラウゼヴィッツですよ、ね、それから知性学、クラウゼヴィッツです、はい、知性学、はい、それから孫子ですね、はい、孫子のコーナー、そうですよ、どうですか、もう、ね、あの読まれた方が何人かもうすでにいらっしゃる、はい、もういろいろ勉強になったと、はい、というか逆にあの、うん、CD の方が破壊力がすごいというふうに書いていただいた方がいらっしゃいましたね、ですね、はい、やっぱり本は一つの今までなかったアイデアがありますけれども、はい、全部混ぜて西洋の考え方も、はい、まあ、今回の孫子にね、本にも入ってますけど、はい、さらに、ガチッとねいろんな方向から混ぜたのが、そうですよね、はい、あの CD の方になってますんで、うん、破壊力はすごいというふうに言っていただきたのが、はい、嬉しいです、奥山さんの孫子っていうね、はい、はい、ありますよね、そうですね、そういった